飛べ、イサは NHK 教育テレビで1995年4月8日から1996年3月30日にかけて放送されたテレビアニメ作品を呼び、これを原作とした漫画作品並びにドラマ CD 作品である。新選組の子孫の主人公達が先祖の残したアイテムを用いて悪の組織、黒天狗党島と戦う様を描いた。 オリジナルアニメ作品。仇役も含め各キャラクターたちを深く掘り下げ、主人公たちも小学生らしく、生き生きと描かれている。特に、前半は、主人公達を、ヒーローに憧れる、普通の小学生として描いたことで、当時の小学生たちから、多くの支持を集めた。NHK よび NHK エンタープライズ21が企画した、NHK オリジナルアニメの、 第一作目である。はじめから、オリジナルアニメとして企画された作品であり、原作となる小説や漫画といったものは存在しない。後の NHK オリジナルアニメでは企画の、初期段階から、外部の人間が入ることが多いが、本作の原案は、NHK 内部で公募されたものである。最初の企画タイトルは、新選組参上。なお、 本作以降の NHK 地上波の新作アニメ枠で放送されている作品は従来の作品とは以下のような相違点がある。花、岡勇、月影都市、雪見草市の三人は幕末に活躍した新選組の子孫。ある日、花岡家の蔵で新選組の秘密基地を発見し、光を放つ不思議な剣を手に入れた。そして、世界征服と花球。 先駆け博士の誘拐を企む悪の秘密組織、クロテング党と戦っていく。初期は少年探偵ものの方向性で、新選組が巷で起こる事件を追い、主にイサミが剣を用いて悪党と戦うという内容だった。中盤からクロテング党が本格的に暗躍し始め、新選組もパワーアップを果たして、変身ヒーローものの方向にシフトしていった。 花宮廷は、近所では、三丁目のお化け屋敷と呼ばれている。新鮮組発明係幕末の新鮮組の別動隊。花岡や月影や雪見家の先祖である。人の精神力をエネルギーに変える功績、ルミノ体等研究、三つの武器を発明した。からくり人形に仕込まれたフィルムでメッセージを伝えるが、肝心なところで、フィルムが終わってしまう。 漫画版では、新選組の正規隊員ではなく、その候補として、大江戸市にて待機していた力不足の、見習い隊員という立場になっている。そのため動乱の京都にも連絡報告以外では、きちんと呼ばれなかった上、正規の歴史資料にも名前が残らなかった。日本の太古より、密かに暗躍し、幕末においては、新選組を相手に戦っていた本編の敵組織。 漫画版における本編終了後の時間軸を舞台としたダッシュでは新選組の支援団体としてセリーザワジャパンの組織力を駆使しながら地球の平和と人々の安寧を守る正義の集団となっている。黒天狗四天皇からス天狗関係者にリハおしまい23話、24話、25話、48話に登場。 花岡先駆けを追って黒天狗党香港支部からやってきた三人の姉妹。彼女らに負けたことが後半の新選組の変身へつながる。新選組の正体を暴くところまで行くが、からくり天狗の卑怯さに幻滅し黒天狗党を裏切る。ニーハオ姉妹の故障は各メディアなどによる番組紹介で用いられたものの、物語中で直接用いられることはなかった。ダッシュでは、 海外で、百虎団と戦っている描写で一コマのみ登場。ダッシュに登場する、敵組織。様々な騒動を誘発し、大江戸市を、たびたび混乱に陥れる。その正体は、何者かの指示を受けて、争いを生み出すために行動している者たちであるが、実は彼らは伸びによって、拉致、洗脳された一般の市民たち。また、新選組によって倒され、 クロテング島によって保護された彼らには、洗脳された際に言った、行動の記憶はなく、最終決戦直前において事情が明かされるまでは、目的すら見えない謎の集団でもあった。実動員たちは、自らの作戦目的に沿った地球の神々の名を、語る。武蔵と小次郎の美によって、日本の歴史上最も闘争心と競争心に、溢れた者として選ばれた。 宮本武蔵と佐々木小次郎の精神をバイオリズムの同調を鍵として憑依させられた者たち。中学生になった新選組の新しい同級生でもある。のびの精神操作により本来の表層人格が従属人格に貶められ、憑依された武人としての人格が主観人格として宿主を占領し潜伏人格となっている。 二人とも、従属人格に、主観人格の記憶はない。普段は、従属人格の状態で、イサミたちのすぐそばに潜んでいる。末端実動員本説においては、主に各話のストーリーに絡んで登場したものを挙げる。他にも、ダイジェストとして、偽金をばらまいたものや、嘘のラブレターをばらまいた偽キューピット。 嘘の誕生日を吹聴した偽ジャコランタンなどの存在が明言されている。いずれも販売はバは万代ビジュアル。上に挙げた他に地球防衛家族、キャプテン翼、ソーレンなどにも本作由来の小ネタが登場しているほか同校茂の漫画作品、全日本妹選手権にも本作の作品名が登場したことがある。ありがとうございます。